前回のあらすじ。とうとう始まった撮影だったが、ウマベは水への恐怖を抑えられず、とんでもない NG を出してしまう。自信を失う彼は公園のベンチでうなだれるのだった。一方その頃、ウマベと全く同じ顔、同じ格好の元ヤクザ牛尾正美が渋谷へ繰り出していた。彼は意中の女性の元へと向かう。その目的はプロポーズ。じゃあですね、雨宮啓馬10時やっていきましょう。どんな顔を見せてくれるかな。あー、かわいい。何かわいい。どうした。ごめん、今音割れたかもしれんごめん。かわいいね。あー、この曲好きだよ。青空、渋谷。雨宮啓馬はオタク刑事である。渋谷町渋谷中央署生活安全課少年係、これが啓馬の正式な肩書きだ。コーヒー牛乳を片手に今日も朝から街の巡回をしている。本人曰くゲーマー刑事なのだが、周囲からは揃ってオタク刑事と呼ばれる。ゲーマー、ゲームをする人、中でもかなりのめり込んでいる人を言う。したがって上手な人の意味もある。私もさ、ゲームはしてるんだけれども、そんなに上手じゃないのでゲーマーを名乗れないみたいなね、ジレンマがあります。ちなみに正しくは雨宮なのだが、雨宮と間違って読む人も少なくない。雨宮啓馬はゲーマー刑事である。これが啓馬の正式な呼び方なんだ。まあ、正式っつっても本人がね言ってるだけでありますが。スクランブル交差点を渡ろうとすると騒ぎが起こった。人だかりの真ん中にガタイのいい男がいるのが見える。ヤクザの喧嘩だ。少年係刑事として自分はどうすべきか啓馬はとっさに思った。こちらですね、 A を選んでしまうと牛尾さんの方に行ってしまい、先ほどのバッドエンドを引き起こしてしまうので、僕は少年係だ、大人は放っておきません。ひでえよな。ちなみにですね、後でまあいろいろ出てくるんですけれども、起きませうっていうのはですね、私はまあ起きましょうって普通は読むべきなんだけど、このまま読みます、起きませう。ケーマは騒ぎを無視してハチ公広場の宝くじ売り場まで来た。元白峰組のヤクザ牛尾正美とテレビドラマプロットライター市川文康の方がぶつかって起きたいざこざを無視しました。ハチ公、渋谷駅前にある犬の銅像の名前、死んで戻らぬ主人の帰りをいつまでも待つ中堅の銅像ですね。駅の裏側にもモヤイ像というものがあるが、こちらは別に忠義に熱いモヤイだったという話は聞かない私これ好き、モヤイ像の話好きよ。さあ毎朝、オタク刑事には日課があった。ゴロイチはいないと。ケーマの先輩刑事権田源蔵のあだ名、典型的な叩き上げの体力刑事で、オタクのケーマとは全く馬が合わない。甘いものと酒、特にテキーラには目がない。甘いものと酒を合わせる人ってなかなかのんべえな気がしますね。一緒には飲まないかな。ケーマはあたりを伺うと、いつものグレーの ISDN 電話ボックスに入った。今でも普通に ISDN のだよね。違うのかな。うわー、もうあそこら辺わかんない。でもグレーの電話あんま見ないか。手のひらサイズの ISDN カード内蔵のミニノートパソコン、略してミニパソを電話機に接続する。こういうこともできたんだね、昔はね。てかこのミニパソももう化石だもんな。モーニングコールだよ、ガイ君。ガイというのは土屋敏夫という高校生のあだ名で、ここ1年来の、パソ通仲間だ。土屋敏夫、緑山学院高校3年生。グレているというほどでもないのだが、しょっちゅう学校をサボってゲームセンターに入り浸っている。何度も補導するうちにゲームの話で盛り上がることもあり、ケーマと仲良くなった。まあね、高3で学校サボってゲーセンにっていうのはね、なかなかの問題児かもしれないんですけれども、まあね、それをゲームを通じて仲良くなったということで。私これよくわかんないんですけど、まあ通信会社を通して話をすることができるってこと？チャットができるってことかな。いいな、この音好きだな。回線がつながってネットに入る。 GOHR ホームルームと打ち込み、ケーマはガイと自分専用のホームルームにいた。
そうだね、渋谷オンネットっていう会社の場合はそういう専門じゃない専用の、チャットルームが作れて、そこで会話ができると。ここだと2人の会話は誰にも邪魔されない。ディスプレイにケイマとガイのやり取りが始まった。グッモーニングガイ君、ケフもコーヒー牛乳がうまい。今日のこと、ケイマの癖で時々古い文語表現が口をついて出る。他にもありがとう、ありがとう、デセウでしょなどがある。まあ、これはね、そのまま読ませていただきます。ありがとうとか言わないでありがとうと読ませていただきますね。ほんと飽きないね、オタク刑事さん。オタクじゃない、ゲーマーだ。はいはい、ゲーマー刑事ちゃん、今日は遅かったんじゃねえの。監視の目が厳しくってね、今だってやっとゴロイチ刑事の目を盗んで。首は近いぞ、リクルートを進める。ご忠告ありがた。ところでケフのお出かけはあるさ。ほっほっ、とうとう学校へ行く気になってくれましたか。ああ、11時 AM、 いつものとこで待ってるぜ。ガイお得意のはぐらかしだ。学校行けって言ってんのにね。また学校はサボるつもりか。ケイマはコーヒー牛乳をぐびりとやって会話を進めた。ですね、ちょっと余談なんですけれども、ケイマくんが持っている雪印のコーヒー牛乳、これはですね、マチファンからするとですね、なんだろうね、マチといえばみたいなところがありまして、そうだね、これを見つけるとおって思って購入するみたいなのはマチファンの中ではあるあるなのではないでしょうか。ちなみに私はコーヒーがカフェインがダメで、コーヒー牛乳もあんまり飲めないみたいな。カフェインね、本当にコーヒー牛乳レベルでも、うん、なんか体がね変になってしまうんですよね。なんか体が震えたりとかするんですよね。どうして学校はダメなんです。はあ、ゲーセンが呼んでいる。おいおい、詩人気取りかね。学校はまだゲームオーバーしてないだろうよ。風よ、雨雲を田園の吹き溜まりへ運べ。いざさらば。おい待てよガイ。ガイは通信からふっと消えた。まあログアウトしたって感じですね。ふう、今日もダメか。ケイマのパソコン歩道はまたも失敗に終わった。誰かがガラスをノックした。え、ケイマは慌ててミニパソを隠そうとして落としてしまった。あ、ヤバ吉。ヤバ吉、ケイマ用語。ヤバいという状態を表す形容詞をあえて人格化して強調する用語法。似たようなものに、うまきち、うまい、甘蔵、甘い、しょぼ蔵、しょぼいというものもあるんだけれども、やばきち以外に聞かなかった気がするな、この5日間で。どうだったっけ、どっかで出てきましたっけ。拾おうとジタバタして今度は頭をあちこちにぶつける。大丈夫かい、ケイマくん。大丈夫、同じ職場の先輩刑事の、しかも憧れの人の麻生しおりだった。ケイマの先輩刑事、26歳独身、署内でのケイマの数少ない理解者、京都出身で学生時代は陸上部に所属、短距離走の選手でインターハイに出場したこともあるような憧れの先輩刑事ですね。あ、しおりさん、びっくりした。真の像に悪いですよ。ケイマはピヨリながらドアを開けた。ピヨル、まあゲーマー用語らしいですね。なかなかね、ピヨルの語源をこうやって話してくれるゲームってなかなかないんじゃないかなと思いますね。もう本当に懲りないんだから。しおりは軽く睨んでいる。パトロール中ってこと忘れてない。昨日もゴロイチさんに叱られたばかりなのに。過去は振り返らない主義でして。ま、呆れた。それにあんなゴロイチ君は放っておけばいいんですよ。ゴロイチ刑事とオタク刑事、水と油ね。だいたいあの人は頭が硬すぎてパソコン通信のメリットがよく分かってないんです。生身で接しない方がうまくいく関係もあるのに。まあ、確かにね、私はこれはケイマ君に同意ですね。ガイ君には逃げられたみたいね。コイン 2,3 枚分のクレジットはあるって感じなんだけどな。え、コンティニューできるってことですよ。完全な投稿拒否時ってわけでもないんで、うん、まだ望みはある。そうね、頑張って。ゴロイチ刑事さんに見つからないようにね。ああ、そうだ、ケイマは大事なことを思い出した。はい、慌ててミニパソを開いてみるとちゃんと初期画面が出た。まあね、
これは本当にね、出ない時のショックあるよね。よかった、壊れてない。その時頭上から妙な旋律が聞こえてきた。渋谷の街が一瞬静止したように思えた。ケイマは音のする方を見上げた。何の音でしょうか。爆破。なんだあれは。ケイマもしおりもポカンとなった。だが次の瞬間、ケイマの直感は告げた。何かとんでもないことが起こっている。画面から爆破の文字が消えると、オーロラビジョンには奇妙な文面が流れ始めた。まあ今もあるやつだよね。はい、奇妙な文字とは。走れ。 Do your best、 死を刻む13の鐘、混沌の大地より生まれし災いの子、予言は木馬を越え、車の時代網目に、花の悲しみ幾千と。おーっと、途中だったね。ケイマは全力でスクランブル交差点を渡り切ると、オーロラビジョンの下からメッセージを見上げた。何、あれが何だって言うの。ケイマくん、ちょっとこれ持っててください。ケイマはコーヒー牛乳をしおりに押し付けると、その文面をミニパソに入力し始めた。だがその独特な文面のせいで思うように打ち込みができない。あ、ダメだ。ケイマは入力を諦め、謎の文章を何度も何度も見てる。ねえケイマくん、あの文章に何かあるっていうの。はい、これに何があるのか。これは爆破予告だ。ゲーマー刑事走る。はい、ゴロイジさんを待ってた。ゴロイジさんを待って無言になってた。何寝ぼけてんだこのオタクが。大きな平手がケイマの頭に飛んだ。あ、ゴロイジだ。何がゴロイジだ。少年係の先輩刑事権田玄三、融通の効かないゴロイチ刑事だ。柔道5段、剣道6段、知能指数1、つまりゴロイチ。最悪ですね。これでゴロイチ。寝ぼけてなんかいません。今そのオーロラビジョンに爆弾の爆破予告が。何、爆破予告だ。はい、大事件です。バーガー、よく見ろ。見ました。だからそのメッセージを今このミニパソに。あ、独走最前線絶賛放映中。なんだ、テレビドラマの宣伝だったんじゃない。刑事ドラマ独走最前線、主演デューク浜地、共演には人気女優の光月みかれ、元歌手の椎名みちる。今回の、撮影にはヤクザの組長役で馬部仁太郎という役者もゲスト出演している。登場人物が劇内でよく走るので、足が速いかどうかだけで役者を決めているという噂があるということで。でもよくできてる。これじゃあ間違えちゃうわよね。しおり、お前はいつも甘すぎる。ゴンダはしおりを叱りつけた。わかったかこのオタク。いで、またオタクじゃなくてゲーマーです。何度言えばわかるんです。バグ、そんなことはどっちでもいい。行くぞ。ということでですね、まあ、あの先ほどの爆破という文字が、独走最前線、まあ、うまちゃんが出演してるですね、独走最前線の、宣伝に関わるものであったというところで、彼らはですねこのまま、ケーラに当たる、パトロールに当たるというところで今日はおしまいにしていきましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回はケーマくんの続きからスタートになります。ではお疲れ様でした。次回に続きます。